黄金だけじゃない、もっと神聖な場所なの。エリカちゃんも碑文の謎に挑戦してみたくなったのかい？はい、灰色の脳細胞がうずきまくりです。ですので謎解きを早速始めたいと思います。気に入ったわ。せっかくエリカちゃんが面白がってくれてるんだし、また去年みたいにみんなで謎解きをしてみましょうよ。私コーヒー入れるわ。欲しい人は手を挙げて。マリアはダメよ、眠れなくなっちゃうでしょう。マリアもブラック飲む飲む。ワクワクしません？こういう謎私は大好きです。別に10月5日の事件を待たなくても解ける謎はあるってわけ。ふん、そりゃ俺も何度か挑んだぜ。だがでもさっぱりわからなかったから投げ出して考えるのをやめたでしょ。あなたなりの答えは準備できてる。私が今から解いちゃうから。な、何？ペルンはね、ここで碑文の謎を解いちゃったのよ。さすが奇跡の魔女ね。解ける謎であるならば難易度に関係なく必ず解ける。今度は解くのに何年かけたの？失敬ね、かけらをほんの数百個ほど漁っただけじゃない。やっぱり恐ろしいわ、あんたは。それは赤で答えをいきなり語るとかそういうインチキじゃねえんだろうな。安心なさい、あなたと同じプレイヤーとしてのルールにのっとってよ。じゃあ始めようかしら。ここじゃ狭いわ。海の上で話しましょう。オッケー、酔わないでね、バトラー。海って何の話だ？酔うなと言ったのに。重力の概念が欲しいなら自分で生み出しなさい。ほら落ち着いて私たちを見て。ほら私たちは平気そうにしてるでしょ。足元に大地があって重力に支配されていると信じなさい。そうすれば安定できるから。
お上手お上手。あんたの名前は？後ろ宮バトラ。他の誰に見えるよ。オッケー。自分の意志、感情、姿や形を決して喪失してはダメよ。ここは海なんだからね。意味を喪失すれば永遠の深淵に落ちて海の藻くずよ。気をつけなさい。では始めるわ。碑文の謎を解くためのかけらを紡ぐ。記憶じゃないわ、世界のかけらよ。まあ、あんたには記憶のように感じられるだろうけどね。では始めるわ。まずはこのかけらから。懐かしき故郷は私たちの想像をきっと裏切らないわ。お父様が唯一懐かしむ過去は少年時代だけだもの。覚えてるぞ。これは第3のゲームでエヴァおばさんが碑文の謎を解く直前にしていた自分の中の魔女とやらとの考察だ。そうよ。そしてこの考察から彼女は正解を紡ぎ出した。つまり正解へ至る重要なヒントを示す欠片ということ。つまりこの推理は間違っていないということなのよ。つまり懐かしき故郷とやらば何かの比喩でも何でもなく、そのままじい様が少年時代を過ごした故郷と読み取っていいということなのか。そういうこと。そして少なくともそれは小田原ではないわ。生まれは確かに小田原だけど、お父様が懐かしむ故郷は多分小田原のことじゃないわ。それについては多分兄弟たちは全員同じ場所で認識してるわね。そうね、多分小田原じゃないわね。聞いた話ではとても楽しい少年時代だったそうよ。
そうだな。エヴァおばさんたち兄弟は小田原であることを否定していた。いや、それどころかみんなはじい様の故郷がどこか察しているようだった。そう、そして意地悪なことに、それがどこなのかはどのかけらでも語っていない。そりゃそうでしょう。それを教えてあげちゃったらヒントが過ぎちゃうの。難易度の高い謎でなきゃ意味がないんだから。あら、いけない、これもヒントになっちゃうわね。一体じい様の故郷というのはどこだったんだ。それがわからなくちゃ始まらない。始まらないから思考を停止したわけ。住み得た場所である以上、それは有限の範囲内だわ。ま、ここが一番辛いところなんだけれど。お前は確か解ける謎である限り絶対に解ける魔女だったな。つまりお前はその有限の範囲内、つまり地球上の全てからじい様の住んでそうな土地を全て想定して考えたのか。そうしてもいいけれど、それじゃあ時間がいくらあっても足りないわ。だからさらにヒントを加味して答えを絞る必要があった。自分で言ったじゃない。水の流れる川かどうかわからないって。アユという言葉がそんなにもややこしいなら忘れてしまえば。川で考えるの。川で。家系図という連想は悪くないわ。その要領で川から連想するものを他にも考えてみて。故郷を貫く鮎の川。しかしその川は本当の意味での川ではない。エヴァは川から連想できる他のものを考えたわ。そうだな。しかし川じゃないなら鮎って何なんだ。考えなさい。故郷を貫く川でも水の流れる川じゃないわ。川のようにも例えられるもの。懐かしき故郷を貫く鮎の川。エヴァは故郷がどこか分かってたから鮎というヒントを切り捨てて考えたけど、故郷を知らない私たちにはヒントになりうるかもしれないわ。アユの川に悩みすぎたわ。アユなんて大した意味ないじゃない。そんなことないわよ。立派なヒントだったじゃない。まあ確かにアユである必要はなかったかもね。アユって何なんだ。川が言葉通りの川でない以上、アユだってもちろん泳ぐ魚を意味したりはしないはずだ。そうね。その上ローザに至ってはアユに大した意味はないとまで言い捨ててるわ。その一方でエヴァはアユである必要はないが立派なヒントだったとも言っている。つまりアユは何かを想起させる鍵だということ。その何かが他の単語であっても想起できるなら、エヴァの言うアユである必要はないがという言葉につながってくる。良い思考よ。碑文は川を下ればやがて里ありと続く。エヴァはその時点ではそこから始まる産業の謎を解けてはいなかった。里って何？里ってどういう意味？この川を下ると里なんてあるの？
つまり故郷を貫く鮎の川が分かれば、自動的に川を下れば里あり云々が分かって、黄金鏡の鍵が手に入るってわけだ。そういうことよ。エヴァもその書物を読んで確かめるまでは、川を下った里のことは分からなかったみたいだし。くそ、その書物って何なんだ。でもこれは全然六文字じゃないわ。これが答えに間違いないって断言できるけど、これは全然六文字に満たない。また思考停止？なら、それを六文字で読める方法を考えなさい。思いつかないなら調べなさい。きっと答えはある。それを疑ってはダメ。それが信じられないなら、とっとと泣き寝入りでもして、へそでもかんで死んじゃえば。1、2、3、4、5、6。6文字。黄金鏡への鍵。そしてエヴァは黄金鏡への鍵を見つけたわ。ああ、そしてその鍵というのは六文字の何か、言葉か数字か文字列なんだ。そういうこと。鍵の正体が六つの文字だと分かれば、第一の番の意味がだいぶ分かってくる。第一の番に、鍵の選び師6人を生贄に捧げよう。鍵の選び師6人。6文字。この鍵がある特定の6人を指し示す。いえ、ある特定の6つを指し示すというべきね。もしこれが文字通りに生贄を捧げろという意味でないならば、例えばアナグラムかもしれないわ。アナグラム？文字遊びのことかね。第二の番に残されし者はとある。ということは、少なくともその何かは有限の文字数なの。そこから六文字を抜いて残った文字で話を進めろと読み解けるわ。つまり第一の番に六文字以上の文字列から鍵である六文字を殺し、残った文字でどうにかしろという意味なんだ。そういうこと。ただ当時のキリエも言ってる。ならば何から六文字を殺せばいいのか、その殺す大元の文字列がわからない。つまり第一の番という時点でもう何かの文字列が存在するということなのか。しかし第一の